はい、皆さんこんにちは、バメです。今日もユーロトラックシミュレーター2プロジェクトジャパンモッドをプレイしていこうと思います。さて、自分のトラック購入しました。スカニア S ノーマルルーフ、これ僕がユーロトラックシミュレーター2 ETS2 このお休みしてる間に追加された新車みたいで、非常にかっこいいこんなのがあるんだったらもっと早く乗りたかったと思ったんだけども、まああとお気に入りなのはこのね、真ん中見てて、エンジン今オフにしてるんだけど、エンジンかけますよ。こう、スカニアのロゴがもうわーっと出てくるの。これ結構かっこいい。もうね、真ん中のパネルのところはこう、インフォメーションいろいろ切り替えられるんだけども。さて。じゃあ夜のドライブといきますか。お仕事。自分の車ゲットできたので、まず、荷物を引き取りに行くところからスタートなんだけども、この間高山だったよね。富山の方向かってみましょうか。乾燥機13トン。OK。あれ、今ボタンうまく押せなかった。あ、そう、OK。GPS の目的地を設定、OK。暗い。さあ、夜の日本はどうなってるのかな？夜の金沢。深夜の2時にこんだけの交通量あるって相当だね。逆に夜になった方がもっとこう、現実感あるかな。テクスチャーの荒とかが見えないだろうから。あ、それからですね、そうそう、このプロジェクトジャパンモッド導入する方法を教えてくださいってコメントをいくつかもらってたんですけども、僕も動画作ろうかなと思ったんですけど、調べてみたらね、もうすでに導入動画作ってる方がいたので、そっちの方をリンク貼っときますね。ちゃんとコツというか、元の順番の話も触れてたから、あ、これは、いいやと思って、これ、よく、解説されてるなと思ったので、それを、そちらの方を参考した方が多分、わかりいいと。ここかな？よし。はい、荷物引き取りに来ましたよ。観測これだよね。お引き受けします。ユーロトラックシミュレーター2自体も本体だけじゃなくて DLC があれ必要なんですね、このモッド。おそらく使ってるアセットの関係だと思うんだけども。なので、本体だけではダメですね。拡張、パックを持ってないとダメみたいですね。ちょっとちゃんとしたのは確認しなきゃいけないだろうけども。そこ結構罠だよねと思って。よいしょ。さて、カップリング。さあ、出発しましょう。こっちからは出られないよね。残念。まあ、ちょっと今画面暗いなと思うかもしれないけど、だんだん朝になってくので、画面明るくなってくんでご心配なく。その間にちょっと夜の街を、夜の金沢を楽しみたいな。よいしょ。ちょっと新車乗り換えたばっかりだから感覚が。
これね、停止線よりかなり前で止まってるんですけども、なんかね、もうあと一歩二歩進むとね、信号無視だよっていう警告が出て、多分、ちょっと調整ミスだと思うんだけども、この辺、多めに、多めにって言い方も変だけど、ピピピって違反切符切られても、あまり慌てずに行きましょう。ちゃんとこう、なんだろう、オレンジ色の光が反射してる看板っていうのもすごい素敵。よいしょ。ここは左行けないよっていう風になってるんですけども、実はさっきちょっと入ってみたら、まだね先の福井の方はマップできてないんですけども、一応道だけはつけてあって、で先端までちょっとマップ開くかい。福井の方もちょっと楽しみですね。どうなるのか。鯖江市は実装されないかな。福井市と割と近いから、近すぎるとね、あんまり都市は実装されないと思うけども。ローソンの、今コンビニの光が見えたかな、左側。荷物の重さそんなでも13トンだったよね、確か。そんなでもないけど、やっぱ加速遅いな。一番その、スカニア S の中でもエンジン弱いモデルなので、まあモデルっていうか、まだアップグレードをちゃんとできてないので、レベルがね、どんどん上がっていかないと上のそのグレードのエンジン変えないんですよ。プロフィール作り直したもんだから、ヨーロッパの方ではレベル30とかだったかな。なので、もう全部のもの変えるんだけども、速度出しすぎだ。こんな暗かったっけ。結構調整とかあるからな。今金沢から富山に、まあ、概ね東の方に進んでいるので、前方はあれは朝焼けですね。富山県に入ります。おー、ちゃんとこの看板のこのライトの感じもいいですね。この辺はそのよーく見るとね、看板のそのミスが、ここは合ってるかな。漢字とこう、アルファベットが間違ってたり、対応が違くなったり、あるいはその、なんていうの、特殊になんか羽田飛んでるみたいなのが書いてあったりして、おそらくその、テクスチャーの、まあ、コピペミスか、あるいは仕様かなんだと思うんですけども、まあまあ、その辺はちょっと、細かいところは、そのうち修正されるんでしょうけども。雰囲気を楽しみましょう。つつつつ。看板読もうとしたらフラフラしちゃうね。本当にね、このシミュレーターすごい好きで、もう何年もやってるんですけども、無償にやりたくなる時があるんだよね。トラック運転したいなーっていう。結構コメント欄で本職のトラックドライバーの方のコメントとかもあったりするんだけど。いつも荷物を届けてくれてありがとう。本当に。僕は前も言ってるけども、北海道に住んでるから、こう、アマゾンとか使うときは、まあそれでも2日で届くからね、注文してから。
それはすごいなと思うんだけど、2日かかるっていう向きもあるかもしれないけど、2日で届くんだよ、それはすごいよ。まあ本職の方からすれば、なんも家に帰ってまでトラック運転したくはないよと思うかもしれないけど。さて、なんかカメラの看板があるね。ここに前方ミラーがあるので、ラインまでの距離はわかるんだよね。あれっていうか、よし。そうだね、これ前にあれがないから、信号がないから一瞬。最近もツイッターだったかで、そのトラックの車間距離の話がちょっと話題になってましたね。車間距離開けてるのは、よいしょ。急ブレーキして荷物破損させないためだよっていう話をしてて、これどっちかな？俺触れるかな？荷下ろし。そうだよね。急ブレーキかけて荷物破損させたら、賠償もんだもんね。よいしょ。おっと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 。やっぱり感覚来るな。乗り上げちゃった。ちょっと一回振ろう。これでまっすぐでいいかな。ちょっとずれてんのか。よし。バックさせるコツはですね、もう、ゲームなんで、誰に怒られることもなくゆっくりやるっていう。ゆっくりゆっくり調整するっていう。よいしょ。もうちょっとかな。はい。ガチャ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 。さて。まあ、ただこのお金でね、銀行への返済がね、1日あたり？俺100万って書いてるな。そんなにではないと思う。あ、じゃあこっちか。さっき30何万って出てたと思ったけどな。あれ、そうか、2回分だから、これが1日ですね、これ。ちょっと、バシバシ稼いでいかないとね。さて。ちょっとこの辺とかも行ってみようか。ああ、なんか、ルート検索がうまく機能しないから、もしかしたらいけないのかな？人材派遣会社ない人か。人雇えないんだけど、このままだと。まだ実装されてないのかな？トラックのディーラーも、どうもないっぽいんだよね。だから、スカニアしか車買えないのかな？ちょっとここ行ってみようか。こういった荷物を下ろしたらフリードライブができるんですね。自転車。
なので、こうやって街を探索しつつ、ここは、整備工場。そういう人材派遣会社だったり、トラックディーラーだったりをこう探すんですね。これ、この、白線は、ちょっと出過ぎたから止めてしまった。急に出てくるもんね。分かってはいたんだけど。ここは荷物お届け先の会社。ここから先は止まりですね。なので、どっかのここから乗れるとか、あ、こっから高山まで行ってもいいけど、ちょっとこっち側のルートが気になるな。行けるとこまでちょっと行ってみたいな。本当にね、細かく設定できるんですよ。その、ギアチェンジもそうだし、排気ブレーキもあるし、で、クルーズコントロールも、さっき何も説明せずに使っちゃったけども、これちょっとはみってるよ、君。クルーズコントロールがあるので、高速での走行すごい楽なんですね。ずっとアクセル踏んでなくていいっていう。で、こちらは ETC になります。ゆっくり、ゆっくり通過。あ、どこまで行けるのかな？荷物積んでないとすごい楽。様が登ってきましたね。眩しい。結構ね、僕が買ったのも、リリースされてから結構後だったんですけども、と車間距離を。本当に精力的にアップデートを続けていて、グラフィックアップデートも入ったし、AI のアップデートも入ったし、で、DLC もその、トラックの、ペイントだけではなくて、マップ拡張パックもあるし、なんでコンソールでそれ出さないのかなっていう気持ちはまだちょっと気にはなってる、そういうポリシーなのか、そのぐらいのね、力があるんであれば、開発力があるんであれば、コンソールでも出せると思うんだけどな。で、その方が圧倒的にね、売り上げも上がるから。わあ、綺麗。本当に綺麗。グラフィック今最大レベルなんですけども。さらにそのグラフィックモッドもあるんですね。もっとこう、HDR をこう改良するやつも。それは入れてないんだけど。
昔は HDR、その、なんだっけ、ハイダイナミック、レンジ？よいしょ。HDR のこのゲーム内での効果が結構疎きつくて、それを緩和するのを入れてた記憶はあるんだけども、だいぶそのグラフィックアップデートでまともになったので、ここから先はどうなってるんだい？飛んでる？止まりトンネルって書いてる。動画見返したら高山から金沢に戻るときのトンネルも止まりって書いてたんで、この辺はもしかしたらコピペ状態なのかな、まだっていう感じだけど、実際の、わー、綺麗って言ったらマップがえらいことになってる。ちょっとなんか、急にトンネルを抜けたらそこは非現実的な空間だった。パーってこう光が差し込んできたらなんかちょっと急に、あ、これゲームやったみたいな感じの現実に紐されたね。そうだそうだと思って。お。ここで一旦、この辺で一旦終わりかな？まだもうちょっと先あるかな？この辺も実装完了したら楽しみですね。さて、まあ、結構走ってきたんですけども、マップの、まあ、今できているマップの先端ですね。まあ、できました。これは新潟入っているのかな？ちょっと何とも言えないけど。で、この先っちょから車が生まれ、そして車が消えていく端ですね。一応来てはいるんだな、後ろから。すっもう消えていくまあここはまだね、作りかけだからね。試しにどうなるか、飛び込んでみましょうか。あ、マジで入れてくれるの？まあ、悪いね。よし、突っ込むよ。落ちてるのかな、これ。落ちてるね。いや、登ってる。なん、どうなってるんだこれ。貴重なトラックの下側部分が見られる。速度メーター見てもらいます。そのルートアドバイザーの左下の700キロからこうどんどん上がったり下がったりしてるね。面白い。おそらく落下してると思うんだけども、あ、止まったと思ったけど、そんなことはないか。あ、なんかフリー走行で、経験値獲得してる。あれか、移動距離だからか。こうやってカメラも自由に動かせるんですけども。さて、まあ、なんかちょっと想定してたのと違ったかもしれないけど、今回の動画いかがだったでしょうか？面白かったよって人はぜひ高評価、それからチャンネル登録をよろしくお願いします。こうやってまたちょいちょいシミュレーター動画
僕は割とシミュレーター好きなんだけども、どう案じて面白いかなっていうところも結構あったりして、こうなんだろう、面白いとこだけつまんでっていうんじゃなくて、こう流しプレイでね、実況で面白くなるかなどうかなと思ってたんだけども、割とプロジェクトジャパンモッドの評価がいいっていうこともあって、結構みんな見てくれたので、また作ろうかなと思ってますので、その時はよろしくお願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。